こういうことだよね。おぶねえ、怖っ。おお。下入った。どういうことした、ヒョキって。こっち？おお。はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、シリウスです。ところで今回もリバースアイランドの動画をお送りしたいなって思うんですけど、いつもねカーとかオーウェン、まあ、そのコンビかなで、リバースアイランドいつもプレイしてると思うんですけど、今回はタイトルにもあるように、こちらのロードアウト、まあ、こちらのカスタムでプレイしてみました。以前ダブルスナイパーに挑戦して、その時もねこのカーと SPR この2丁だったと思うんですけど、その時はスナイパースコープどっちともつけてて、まあ、普通にどっちともノーマルのカスタムでやってたんですけど、今回は SPR の方、まあ、サブで持ってってる SPR の方をアイアンサイトでやってみたって感じになります。一応ねカスタムこんな感じなんですけど もうかなり難しいっすね。一応そのスナイパーって頭に入れたら一発でダウンさせることができるんですけど、まあ頭以外だとやっぱり反射、いわゆる反射で、まあ、一発じゃ倒せない状態になって、そこからもう一発当てなきゃいけないみたいな感じで、一発もね外せない武器だと思うんですけど、その難易度をさらに上げてるみたいな感じのカスタムでプレイしてたんで、ほんとね結構大変でした。ただね楽しかったんで、まあ、今度やるか分かんないけど、こうやってどちらもアイアンサイトでやったらそれはそれで面白いのかなみたいなとこはあるので、まあね挑戦する機会があればやってみたいですね。まあ、もしねこの動画を見てそのアイアンサイトのスナイパー挑戦してみたい方いたら、ぜひともねやってみてほしいんですけど、まあ本当にねスコープのありがたみを感じるレベルでマジで難しかったんで、まあ、気になった方だけ、ちょっと挑戦してみたい方だけちょっとねやってみていただけるといいかなって思います。てな感じで試合の方に移っていきたいなって思います。皆さんよければチャンネル登録や高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひともよろしくお願いします。それでは試合の方に移ります。どうぞ。空中バグ発生してる。これはいけんのか。発生してたね、空中バグ。待って、なあ。ああ、やってんねん。下降りて。これどういうことなの。ねおーおおお。なんか勝手に出てきたって。なんか出てきたって。とりあえずタダで武器もらえるのか、あそこで。タダで武器もらえるっぽいね。あれ、漁ってない、これ。もしかして。下いるね。危ねえ。あ、そう。あれ？いなかった？降りたんかな？降りたっぽいね。いやーでもまあ。まだ3枚負けるあれはあるから。許さん、それは。めちゃくちゃなんか、挑まれてる気がするんだけど。めちゃくちゃ挑まれてる。俺、人気かもしれない。惜しい。俺外してく、ここ。あ、同じ場所いる。これ行くか。ほら、これ間に合うね。危ねえ。あれすんごいとこない。なにこれ、そんなことある。初めて見たわ、そういうの。チャレンジ。よし、オッケー。あ、ここ登れないんだ。スクワッドメンバー is redeploying。 ん？あ、これダメ？まあでもこういうことだよね。全滅まだ出ない。
まだシーズンじゃないか。やばいやばい。めちゃくちゃ弾の消費激しいけど、なんとか頑張っていこう。弾がガチエグいぜ。やべ、なんかもう一枚いなかったよ。まさか。いやなんかスコープあった方がやっぱ当てられるな。当たり前だけど、アニアサイトすごいすごい変態チャレンジかましてるかもしれない。俺弾が欲しくなるね。ん？降りた。これはまあ倒して。お、ありがてえ。待って、全部外した俺。これどこ下？うん、これきついな。オーブンやめよう。オーブンねー、怖っ。びっくりした。それはびっくりだね。ん？下来てる。あー、下来てるね。困ったね。どうしようかな。あぶねえ。これどうしようかな。なんか安定して当てるのむずいぞ。マジで安定して当てるのマジでむずいぞ。よし、使って。めっちゃ来てんじゃん。You're losing ground. Move it. UAV beginning flyover. おお。下入った。え、どういうことした？表記って。こっち？おお。やっべえ、これは疑われてそうだな今の。これは怒られそうだぞ今の相手には。いやいいね。ちょっと待って、あったまってきた。もしかしてあったまってきたね俺エイム。降りた。これさ、あそこにエアストぶっ込めば欲しいのでは。あ、死んだ死んだ。よしよし。あれ死なない。あれダウンした人いるから、これクラスターも追い込みで、追い込みでぶっ込みたいな。エール、危ない。危ねえ。なんとかいけたわ。あれ倒せないかな。ちょっと何、きついかな。あれ終わったんかな、あのパーティー。やってるね。割れた。バレた。オッケーオッケー。よしよしよし。やべ、それは無理だ。うわー、味方、頑張れ、味方。いやー、ダメか。